こんにちは、草場ひろきです。今回紹介する精油はパチュリという精油です。このパチュリですね、シソ科の植物で、葉っぱから水蒸気蒸留法で抽出される精油です。精油の中ではそこまでメジャーじゃないかもしれないですが、まず禁忌事項としては、ホルモン依存型疾患の方が、芳香浴は別に気にしなくていいんですが、メディカルアロマで高濃度で塗ったりとかすることは注意が必要です。嗅覚反応分析士の方にとってはパチュリという精油は、一応左下の成分と右下の成分を含まれているんですが、 IM チャートでいうと右下の特徴がある精油になります。このパチュリの主要成分はパチュロールという成分、もしくは、これ本によって表現の仕方違うんですが、パチュリアルコールという成分、これが 40% ほど含まれているんですね。このパチュロール、パチュリアルコールと言われる成分の働きとしては、細胞再生作用を、抗アレルギー作用を、あと抗炎症作用などが期待できます。このパチュリという精油全体としては、スキンケアに効果的だったりとか、また全体的に血液循環とかを促す働きが期待できます。で、成分比率によって違うんですが、パチュロールという成分よりは他の炭化水素類の成分の β カリオフィレンという成分、こちらが循環器系に対して効果的な成分になっていて、そちらの働きの方がパチュリとしては強く現れやすい傾向があるので、冷え性とかむくみとかなんかにも効果的な精油ですね。また香りとして使う時にも、パチュリアルコール、パチュロールという成分が非常に有効的で、この成分がですね、香りの保留剤としての効果があって、保留剤、揮発がしにくいので、他の成分と一緒にパチュリを混ぜると香りが長持ちする傾向があるんですね。なので香水作りの時なんかにパチュリよく使われます。香りを長持ちさせたい時によく使われる。またこのパチュロール、パチュリアルコールという成分がフローラルの特殊というような感じの表現でよく言われることがあるんですが、またはお香のような香りですね。なので匂いとしても本当ベースになりやすい香りでもあります。研究なんかでは 3% 濃度のパチュリの香りを芳香剤として使うだけで便秘解消に効果があったとかですね、ダニの殺虫に効果的だった、またこのダニの殺虫じゃないんですが、昔から防虫剤としてパチュリは使われていたので、簡単な使い方としては、ティッシュにですね、パチュリの精油を数滴垂らして、衣類につかないようにこのティッシュをタンスなんかに入れておくと、衣類の防虫剤としても効果的だと思います。以上、今回ですね、パチュリ精油の紹介でした。また次の動画でお会いいたしましょう。